困難救助隊の、初代隊長の黒田です。10月も24日まで来ました、木曜日です。令和元年2019年です。台風15号と19号がですね、全国的にも大きな被害を出しましたけど、うちにもこう被害をもたらしまして、それでちょっとポータブル電源ですね、これを買ったりしていたところ、それを調べているので、この困難救助の基本的にはですね、法律的な面とか家族社会学的な面とかを勉強しなきゃいけないと思うんですけど、このところもう4週間近くですか、15号が来てからですね、で19号と来て、そこら辺からちょっとそういうのばっかりちょっと見ててですね、今日ほとんど材料が、注文したもの揃ったんですけども、ちょっとその困難救助隊そのものの、勉強サボってるというような、サボってしまってるという、ここら辺の違いがですね、またちょっと、マイナス思考ですけれども、逆にね、電気を携わっている人さえいるわけですから、作ったりですね、そういうところでもそのやっぱり何ですか、能力とか、仕事の格差ってことで、結婚しにくくなっちゃうのかなっていうようなことも思いながらですね、でもどうすればいいのかと、ただ電気っていうのは本当に人間の力をこう大きく広げますからね、そういう電気的な、個々の、結婚しにくい人もこう、結婚しやすくなるようなパワーのある何か、お金って言ってしまったらそりゃ身も蓋もないかもしれませんけれども、そういうことでもなくですね、また能力とかでもなくですね、何が、必要なのか、そこら辺が本当の改善じゃないかと思って、考えていきたいんですが、それでですね、MC4 っていうのか MC4 っていうか、そういう企画でですね、太陽光パネルをこうペンチとかでいろいろ細工しなくてもカチッとやるだけで、太陽光パネルとポータブル電源が、こう接着できるという、で使えるというようなものを、試行錯誤して買ったんですけども、ちょっと欲を変えて 50W と 100W の両方を買ってしまいまして、でポータブル電源も、ちょっと大型のと小型のと買って、で 50W の小型、 100W の大型にしてやってみようかっていう作戦でちょっとやってみたんですけども、ちょっと、そう考える前に安易に、100W のに50、小さいポータブルの方の用のやつに、違うな、 100W 用のやつに、ポータブル電源にしようと思ったやつに 50W つけちゃったら、片方がちょっと取れなくなっちゃったんですね、この引っ掛けがあって、引っ掛けが、でそれをずっとどうやって取ろうかと思って、最初ペンチだったんですけど、ペンチで取れなくて、爪でも取れなくて、こう試行錯誤してて、でホームセンター結局、飛び出して回っちゃったんですね、2件も。で結局そのラジオペンチでも良かったのかもしれないですけども、ちょっとそれのこの引っ掛けるのがあって、でアマゾンで見たら、そのなんかもっと細かく90度ぐらい曲がってるものなんかもあって、専門的な人はそういうの使ってるんでしょうけど、1日も待てないってことで、私の悪い性格なんですが、その割に、結婚はもう諦めたら絶対ないですけども、急いでもしょうがないわけなんですが、基本的にはこうせっかちっていうか、なるべく早く物事を解決したい方なんですね。だからで結局2軒行っちゃったんですけど、ちょっと安めの400円くらいも買ってきて、ホームセンターですね。でそうちょっとこう押してですね、でもかなりもうなんかあるネット見たらニッパーで来ちゃったっていう人もいたんですけど、ほとんど崩れちゃいましたね、あんまやりすぎちゃって。そんでそれからこう少し隙間空いたので、ドライバーでこのなんていうんですか、こう一本の、私は本当工具とかあんま知りませんのでね、こうやって、パタッ
あのこうテコの原理ですか、こうやったらポコッと抜けたんで、で一応まあボロボロになっちゃったんですけど、この引っ掛ける部分が、でもこう100ワットとのやつにこう大きい方のポータブル電源用のMC4 か MC4 という規格ですね、それのやり方のこうくっつけをですねしたということで、ほとんど1日が終わったという、まあ本当に結婚も難しいですけども、まあ一つ一つのことがやったことがないことっていうのは難しいもんだなと思いながら、まあ、せっかくの休みを超えてこの頃、でも防災も大事ですからね、まあ、全く知らなかったことですから。だってスワオキっていうメーカーですか、電源ポータブルの、それさえ知りませんでしたからね、知らない人が多いかもしれないですよね。で発電機とねポータブル電源の違いも、ちょっとはっきり分かんなかった感じで、発電機っていうのはこう、なんかあれですか、ガソリンかなんかでこうなんかこう油でこう、発電することによってこう電気を起こすですか、でもポータブル電源っていうのは太陽光とかAC じゃなくて何ですか、家庭用電源とか、あと車のバッテリーとかでこうエンジンかけてパーッとこう充電したやつをこう、まあ、電池、大きな電池ですよね、それもノーベル賞日本人の先生旭化成の、方がもらったというこのリチウムイオンの大きなやつですよね、まあ、その種類もいろいろあるみたいですし、あとね制限波とか修正制限波とか、制限波の方がいいっていうか、修正制限波だとちょっと使えなかったり電気化製品を傷めたりするとか、あとまあ50Hz かヘルス、ちょっと単位もすいません、もうあんまりちょっと本当にかね科学系の方が本当に曖昧でこうねなんですか、ジャーナリストの立花はじめさんに怒られちゃうかもしれないですけども、まあ、50Hz と 60Hz のね東関東と日本が、西日本の違いでも、で今はでも両方できるのが多いとか AC アダプターで、まあ、であと中国メーカーですからね、そういうのもあるんです、台湾とか 110V とかね 100V の変換とかね、私はちょっと慎重に変換器とか買っちゃってつけてますけど、それもいろいろでもなんか海外用じゃなきゃダメとか書いてあったところもあったり、だからあんまりいろいろバラバラ喋らない方がいいんですけど、まあダメだったらやりませんけどね、アダプターがあればまあ今は110でも100でもっていうのもあるのか、でも日本特殊ですよね、100V っていうのはほとんど日本ぐらいしかないのかとかですね、いろんなこと調べたりして、それが一体何を困難救助に結びつくのかわかんないですけど、まあ、とにかく何かしたことは言わないとちょっとアピールしないといけないかなと思って、なかなかちょっとネット広告の方も、まあ、そんなに莫大な予算は使えないので使ってないですけども、最初は10以上の閲覧者がいたのがサイトがもう今度一桁で1とか3なんて日もあるようになっちゃって、もう一通りもう巡っちゃったのか分かんないんですけども、まあどっかでブレイクさせないと本当に困難救助ですよね、本当に、結婚できるのはずなのに結婚できないっていうあるはずですから、これは本当に、ね、同じ数の男女がいたら、例えば男性とか女性で、セクハラになっちゃいましたね、男性とか女性でね、なんか嫌みったらしいですか、男性とか女性でですね、大体逆にですね、フェミニストよりも、平等的に男女の味方だと思うんですよ、こういう私の考え方は。何言ってんですかね、何言ってんでしょうかね、とにかくですね、一人結婚したくなかったら一人結婚したいのに結婚できない人になってしまうという、これが多くなってしまうとどうなるか、結婚したいのに結婚できない人が多くなってしまう、もう簡単に考えるとそうでしょうね、すごい精密な、ビッグデータなんかのサイエンス数学みたいなの分かんないですけど、何言ってるかこの使わなくてもですね、そういうことです、もう男女のどっちかが結婚したくない人が増えて独身で通すと、それだけ結婚したい人が釣られて結婚できなくなっちゃうと、しかもですね、その性的なことはですね、遊びでこう人を変えたりしてですね、あとこう
人があの、はい、あのパートナー嫌がるのに、不倫とか浮気とかですね、不倫でしょうけどね、あのひどく傷つけると、それでそういうのをこう遊び巡ってる人もいる。これは多分家族もそういう何ですか、その、代々そんな家系だったからそんな人ができちゃうのかもしれないですよね。そんでなければだって大切に育てられたら人だったらね、ちゃんとこうそうなってるはずですからね、こうあのね、うん、だからそういうコンプレックスでおかしな人の方法が流行しちゃうのもおかしいですよね。だから文学なんていうのもそこを戒めてたような時代もあったのに、それがなんか何ですか、あのバリエーションみたいになっちゃって、それを真似するようになってるから、何ですか、あの文学部はいらないとか言われちゃうんでしょうね。だって倫理的な、ね、自然な法則に備わっていれば必要なもんですからね、うん、まあ、科学だってね、原発みたいな放射ののゴミとかばらまいちゃったりしてね、人を弱らせていくんだったら科学だって衰退しますよ。まだね、再生可能エネルギーの方がね、どんどん、もう分かってる人は増やしてますからね。だからリチウムイオン、のね、まあ、ノーベル賞の方も、あれじゃないですか、ノーベル賞になったんじゃないですか、リチウムイオンに携わった人たちが。だから私はね、村上春樹さんっていうのはね、あのなんかそう性的にはね、本当に自由すぎる描写なので、そういう傾向がある人なので、ノーベル賞は取ってほしくなかったので、今回も取らなかったんで良かったと思ってます。それの面ですけどね、あのいろんないいとこあるんでしょうけど、カズオイシグロさんの方がやっぱりそういうのは格調高いですよね。火の名残かなんだっけね、で私を話さないでなんかはね、ちょっとそういうクローン人間の話だったんで、結婚もしないけどクローン人間同士がこう成功してしまうというのはなんか悲しさを感じますよね。そういうちょっとなんかひねってても倫理的にちょっと高い村上春樹さんはただちょっと透明なだけですよね。なんか、なんかシンプルっていうよりもちょっと倫理性に逆に、性的には欠けてんじゃないかと思うところから、ノーベル賞を来年も再来年もまあずっと取ってほしくないですね。芥川賞も太宰治が取らなかったのは良かったと思いますね。石川達三さんが取って良かったと思いますね、第1回はね。まあそういった話をし、あのちょっともっと深めてですね、ちょっとそういう防災も大事ですし、ポータブル電源のあのちょっとばっかり見ちゃったりしましたけど、本当困難、結婚難の人は多くなっちゃって、結婚したいのにできない人が多くなっちゃってますから、その人のためのことをこうもっともっと思ってほしいですね。